はい、じゃあ皆さんこんばんは。こんばんは。はい、何の話せえちゅうね。今日はあの世界を笑顔と元気にプロジェクト in 三原ということで、さっきあの主催のマロンちゃんも言ってましたけど、三原ってタマちゃんにとってすごく思い出深い場所なんですよ。それなんでかっつったら、タマちゃんはまあいろんなこう紆余曲折があって、広島大学に入学することになるんですけど。で、広島大学の、まあ、学校教育学部、今もない教育学部に統合されてるんですけど、その頃は、広大って、学校教育学部っていうのと、教育学部っていう二つ、学部があった、教育系の。まあ、そんなの全国で広大だけでね、学校教育学部っていうのは教員養成系。なんか昔の、高等師範の流れを組んでる。こっちの教育学っていうのは、学問としての教育学。ペスタロッチとか知ってますかね？日本で言えば吉田松陰ばりに有名な人なんですけど、ね、教育界で知らない人いない、ね、ペスタロッチが、広島大学に来て日本でわざわざ。で、そこで研究をしてたんで、その流れを組む教育学っていう学問と2つあって。で、たまちゃんは学校の先生になりたかったんで、学校教育学部に行くんですけど、それの、教育実習。が、なんとここの三原だったんです。三原の付属でやったんです。ね。本当にひどい目に遭いました、そこでね。本当にひどい目に遭った。最後の最後でね、教授に呼ばれて、まだ教育実習終わってないっちゅうのに、わざわざ広大に行ってね、ひどく叱られるっていうね、面白い思い出があって、まあ、あの、もう思い出深いとこ来たな、と思ってね。で、今日はまあ、世界を笑顔と元気にプロジェクト。で、まあ、テーマがね、なんだっけ？今日のテーマなんだっけ？何やったっけ？笑顔の鏡について。違う、笑顔の鏡じゃねえよ。なんだっけ？夢叶うだっけ？夢叶うか。今日のテーマ、夢叶うらしい。ね。ので、たまちゃんは大体被るのが嫌なんで、ね、夢叶うとかいう話は、ね、するとね、にやりってしますんで、今日は夢叶うとは全然違う話を、ね、やりたいなと思います。中でもね、皆さんは分かるかどうか、その共感してもらえるかどうかは分かりませんけど、今回は3人でしょ？ 3 人ですよね。お話しする人が3人でしょ、うん、で、その最後ですよ。ね。だから皆さんのテンション的にどうですかね？わかります？最初の人が一番いいよね。だってみんなエネルギーマックスの状態で聞くんだよ。ね。講演者もエネルギーマックス。で、聞く方もエネルギーマックスですよね。で、しかも2番手で相当奪われましたよ。2番手奪う役ですから。ね。そしてもう本当にこう、ヘロヘロのヘロの状態で、ね、私も皆さんもヘロヘロのヘロの状態で聞くことになるんですよ。毎回ですよ、これ。ひどい時これ6人いますからね。6人いて6番目ですから。もうね、俺が死んどるっちゅうね、最後も。で、今日は何しようかなっちゅう思ったんですけど、降りてきたさっき。さっき降りてきたんで。あ、たまちゃんも原稿は用意しません。はい。昔は用意してたんですけど、用意するよりも、素敵な話ができるようになったのね。これはね、特殊な才能が必要なわけではない。これ、どうすればできるかっていうと、数稽古です。喋る数がある一定数を超えると、話す内容が降りてくるらしい。うん、と思います。だから、たくさん人の前でお話をすると、なんで俺こんなこと知ってんのよ、なんでこんなことが喋れるんやろっていうのが喋れるようになります。はい、これ本当。で、さっき降りてきた。さっき大が、話してる時、大の話なんかほとんど聞いてないんで、毎回ね、毎回聞いてないんで降りてこい降りてこいと思ったら降りてきたんですよね。大のところじゃなくて俺のところに降りてくるっていうね。はい。で、今日のテーマは、人としての価値。人としての価値です。ね。これどうすか？人としての価値。ね。なんでそこで受けないの？そこね。皆さんは、人として生まれて、人として育ってますよね。ですよね。さっきなんか人じゃない、人でなしみたいな、ろくでなしみたいな生物がここら辺うごめいてましたけど、ね。2体ほど。ね。うごめいてましたけど、ね。人として生まれて、人として育ってる。そして、人として、幾ばくかの価値を残して、旅立ちたいと思いながら生きてるわけでしょ。じゃなきゃこんなとこ来ないからね。ね。
そんな休みの日にね、わざわざ得体の知れない人間の話なんか普通聞かないから。ね。ここに来るっていうことは、学びに来てる。何かを探しに来てる。ね。それはひょっとしたら、自分の人としての価値なのかもしれないですよね。はい。今日はそんなテーマで、たまちゃんお話をさせていただきます。ね。皆さんは、自分の人生、価値ある人生にしたいと願いながら生きてますか？ね。これほとんどの人が思いながら生きてますよね。いや、俺だってさ、って。ね。もう適当にそのうまいもの食べて、適当に寝て、適当に遊んで、それでぽっくり行けばいいよ、みたいな人はなかなかいないですよ。よくよく話を聞いてみたらね。いや、せっかく人として生まれてきたからには、何か世の中に爪痕を残したい。何か、この人ならでは、あの人がいたからって言われるような生き方をしたいって願いながら生きてる。それはたまちゃんも例外じゃない。みんな思ってる願いだと思います。で、その人としての価値が何なのかっていうことがわからないと、残しようがないですよね。じゃあ皆さんに聞いてみる。じゃああなたが考える人としての価値って何ですかって。ね。まあそういう話をしだすと急になんか視線が下を向き始める。ね。当たらないようにみたいなね。まあね、ちょうどここにいいのがおるんですよ。ね。ここにいいのがおる。ね。もうね、模範的な生徒がいるね。はい。ロードは人としての価値、あなたが考える人としての価値ってどういうもの？価値。価値。私がいることで、うん、何か人生に影響が出ていい方向に行けば価値がある。ああ、なるほどね。はい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 。じくじくやって、うん、健康になったら価値がある。なるほどなるほど。これでもほとんどの人がこう思いませんかね。自分がやってることを通して誰かが喜んでくれる。誰かの人生が変わる。誰かが生きててよかったって実感する。その時に初めて人って生まれてきてよかったって思うもんじゃないかな。それはロードだけじゃない。たくさんの人がそう思って生きてるんじゃないかなって思うんですよね。はあ、そういう生き方をしていけばいいんじゃないの？そういう生き方そういう生き方あんま見たことないからさ、そういう生き方もしていけばなんかいいのになと思って、お客さんも減らないんだろうになとか思いながらさあ、してるの？あ、してる、あ、失礼しました、してるのね、はい。で、たまちゃんにも若い頃があった。そりゃそうですよね、皆さんだって若い頃がある。そして若い頃は何か爪痕を残したくて必死にもがいていた。ね。まあ皆さんがどうかはわかりませんけど、少なくともたまちゃんは必死にもがいていた時代がある。ね。一角の人物になりたい。ね。そして、あわよくばたくさんの人に影響を与えたい。そして、ね、もっとあわよくばたくさんの人にあなたと出会えてよかったっていう人間になりたい。って思いながら、がむしゃらに自分の腕を研いでいた時代がある。ね。もうビッカビカに研いで。ね。この研いだ腕で、たくさんの人をね、従わせるみたいなね。そんな、まあ、野望ですね、これね。ね。野望や欲望に近いと思いますけど。そういう時代がたまちゃんにもあった。でも、まあ、ここにいる皆さんはね、たまちゃんの話は多分聞かれたことが終わりの方がほとんどでしょうから。やればやるほど人離れていったんですよね。あなたみたいなすごい人とは付き合いきれないって。私なんかが付き合ったところで、あなたの足手まといになるだけだって言われる。ね。そんなことが続くと、もう俺一人でやればいいわって。どうせ、ね、俺がやった、こと、それか、人に頼んでやったこと、ね。どう考えても俺がやった方がクオリティが上やし、ね。人に頼んだって、自分が満足するような結果は得られんって。それやったら全部一人でやった方がいいわって。どうせ俺とは仕事ができんみたいな感じで離れていくわ、みたいな。ね。それやったら俺は俺の道を行く、みたいな感じで、30代はそんな時代やったですよね。でも、こう、何したらいいかな。俺は俺の道を行くんだ、みたいなことを、こう、生きがって言ってた、その、内側の背景はどうだったかって言ったら、やっぱり寂しいですよね。寂しいですよ。なんで俺のところだけ人来んのやろって。ね。あいつ大して努力も何もしてねえのに、なんであいつのところには人がいっぱいおるのやろって。俺こんなに頑張ってんのにって。俺こんなにやってんのに、なんで俺のところには人が集まらんで、適当にやってるあいつのところに、なんであんなに人がおんねんって。しかも楽しそうに笑いやがってって。ね。こっち半9時まで頑張ってんのに、あいつなんかヘラ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 笑ってるにもかかわらず、なんでこんなたくさん人がおんねんって。クソ不公平
やわ世の中はって、神様見てんかちゃんとってね、真面目なやつが損をする時代やこれはみたいな感じで思ってた、うん、でもその頃の自分って、人としての価値をどういうところに見出してたのかっていうと、結果を残してなんぼね、結果が出てすべて、ね、結果が出なかったらまあ人としての価値はないっていうふうに自分の人生や人の人生を捉えてたのかもしれないね。よく私教育界に長く いたもんですから、教育界って本当に待つのが仕事なんですよ。もう長いの、その待つスパンが長いのね。たまちゃんは中学校の教員でしたけど、中学校って3年間ですよね、うん、3年間で、卒業することになるんですけど、じゃあ俺らの仕事って3年間で終わりかっていうと、全然3年間では終わらない仕事なんですよ。この子たちが、成長して大人になって20年後30年後に花開くかどうかという仕事なんですよね。だからすごく待つ、3年だけじゃない何十年も待つ仕事なんです。だから、子供たちがいる間、3年間という短い時間の間に結果が出ることはあんまりない。それは出ることもありますけど、出ないことの方が多い。だから教育界ではその成果主義、結果主義は馴染まないっていう 論調というかね、そういう意見がずっと体制を占めてたわけです。まあそれはある意味たまちゃんも正しいなと思いますけど、でもその当時の、私、がむしゃらに必死になってた頃の私ね、何言い訳しとんねんお前らってね、長いスパンで結果が出ないってどういうこと、結果が出ないってお前らがそのぬるい努力してっからだろうがってね、がむしゃらにやってそれで結果が出ないって言うんだったらまだ話は分かるけどってね、職員室でちゃーなんかしばきながら何か結果が出ないじゃんボケみたいなこと思ってるんですよやっぱね、うん、でもその当時の自分って結果が全てだと思っていた、もしくは目に見える成果を出して人間の価値は決まるもんだと思ってた、ね、だから成果を出してない人のことを人扱いしてなかったですよ自分の中でね、ああこいつはクズやみたいなね、ことを平気で思ってる人間ね。まあそういう時代があるから今のたまちゃんがあるわけでね。でも皆さんが考える人としての価値って何ですか？結果を残すこと、成功すること、誰かに影響を与えること、たくさんの人からあなたと出会えてよかったって言われること、これ全部人が決めてるんですよね。全部人が決めてるの。これ自分の人生を測るのに全部人の価値や判断基準に依存してるんですよ。自分が自分の人生価値があるって決めるのをなぜ人に委ねるの？と、ある時たまちゃんの心の声が、たまちゃんに言った、ね、お前まだ人を頼って生きてんのって、ね、人に依存して生きてんのってね、誰かから喜ばれたら価値があるのって、じゃあお前が誰かから喜ばれなかったらお前の価値ねえんかいってね。結果を出さんと価値がないやったら結果出せないたくさんの人たちは何価値がないんかいって、生きてる価値ないんかいってね。自分が教育者っちゅうこともあって、葛藤しながら生きていくことになるんですけど、でそれをねずっと、まあ、たまちゃん全部その考えるのが仕事なんですよね。今たまちゃんの仕事何ですかってよく聞かれて、もう自分自身も困る。俺何屋さんなんやろってね。もう喋るのも仕事やし、筆文字書いてるのも仕事やし、農業もやっとるし、いろいろやってんなみたいなね。何でも屋さんみたいなことやってる。どれが仕事かわかんねえやって。何なんやろ俺。何なんやろ仕事って、考えた時に、あ、俺考える人やと思ったんですよね。考えるのが俺の仕事なんやと。で、たまちゃんの仕事は何ですかって聞かれた時に、あ、私哲学が仕事ですって答えるようにしてる、ね、考えるのが仕事でも、それはかっこいいなって思うか、お前哲学で飯食えるんかって思う、いろんな人がいていいと思うんですけど、考えるのが仕事で、そのじゃあ人としての価値って何で決まるんやろうって思った、ね、そっからたまちゃんの考えることが始まるんですよ。これ誰も聞いたことないでしょ。今日誰も聞いたことない話しようと思ってきましたからね。で、すごい
答えを、やっぱりね、これね、分かってもらえるかどうかは分かりませんけど、あのね、なんちったらいいんかな、こう、自己中で生きてる人っていうのはちょっと語弊があるんですけど、世の中って見えてるか見えてないかなんですよ。ちょっと意を組んでくださいね。見えてるか見えてないかなんです。で、見えてない状態で、いくらあなたここに何かあるよって言っても、見えないんですよ。見えない。だから、何をアドバイスしようが、もっと言えば強制しようが、何も動かない。見えてないから。ね。まあ、それを気づきと言ったり、もっと言えば、悟りと言ったり、いや、もっと言えば解脱と言ったりするかもしれない。表現によっては神との一体化って表現する人もいますよね、うん、見えてるか見えてないか。で、見えるとどうなるかっていうと、見えるとすごいことが起きるのよ。周り中が気づきだらけになるんです。今まで自分の近くに学ぶことなど何もないと思ってる。いや、学ぶべき人間、価値のある人間なんて周りに一人もいないと思ってる。だからわざわざ遠いところに、有名な人のところに行こうとする。ね。この人は何か気づきや学びを持ってるんじゃないのか。ね。こんな遠いところに行けば、なんかすごい気づきを得られるんじゃないだろうか。ね。それは、なんちったらいいのかな。こう、裏を返せば、ね。自分の身近な、ね。半径数メートルの人間、の価値を気づいてない状態なのかもしれない。見えてない状態なのかもしれないね。でも、それが見えると、周りの本当に身近な人や身近な存在が、たくさんの気づきや学びを知らせてくれます。はい。ともちゃんの場合、それ、妻でしたね。はい。ここであなたが出てくる。これは何の布石だろう。嫌な予感。嫌な予感って失礼な。ね。今日はあなたを褒めようと思って私は来た。ね。いやいや、それは、関係ないんですけど、さっきほら、ダイが言いましたけど、タマちゃんの家にも、ある日、猫がやってきたんです。猫がやってきた。ね。まあ、タマちゃんは元から猫大好き。いや、違う。元から猫が大好きじゃなくて、タマちゃんが教員時代、まだアパート住まいだった時に、3日前に学校を卒業した教え子が発泡スチロールの箱持ってやってきたんですよ。で、先生って、一生のお願いがあるのって、女の子ですよ。ね。一生のお願いがあるのって、なんだよお前って。なんだその玉手箱みたいな箱、なんだお前って。先生、3日でいいからこの箱預かってとか言って。何も言わずに預かってつって。何も言わずにってなんだよ。何が入ってんだお前つってね。じゃあ、預かってつって、走って逃げてったんですよ。ね。で、3日だけ預かって、つって。ね。ほんで、それ何が入ってんのやろ、これって思って、パカッと開けたら、にゃーって言うんですよ。これ猫やないか、これで。しかもこれぐらいの。ね。まだ目も開いてねえ。ね。お前これ買えるわけねえじゃんみたいな。ね。3日経ったら、来るんか、またみたいなね。まあ、それからその卒業生とは二度と会うことはなかったんですけど、定翼ね、投げられて。まあ、3日でね、どうせ返すって、まあ、3日と言わず、まあ、数週間でね、返すと思ってるから、ね、適当に名前も付けたの、太郎って、ね、わかりやすい、ね、後で調べたらメス猫でびっくりみたいなね。もう、いくら訂正しても無理。だから、小玉博士で、いくら訂正してね、言ってももうダメ。ね、もう、刷り込みで。で、まあ、それから気がついたら猫が大好きになったんですけど、我が家に猫がやってきた。で、その猫って、まあ、最初は本当にね、警戒して、ソファーや家具の下に隠れて、ほとんど出てこなかったです。1ヶ月ぐらい出てこなかったですね。やっぱ見てるんでしょうね。その子たちって、捨て猫だったらしいです。7匹兄弟のうちの2匹。で、他の5匹はすぐもらわれていった。ね、だけど、この2匹は何度も出戻りする。ね、ちょっと買っては見たけど、全然懐かないから返すわ、みたいな感じで。で、その猫の保護猫の仕事してる NPO 団体とかいるじゃないですか。ね。その人たちがほとほと困って、うん、これ誰か引き取ってくれんやろうか、この2匹が。
いつまで経ってももらい手があって、たまたま私らのところに来たわけですよ。ね。でも、何したらいいかな。たまちゃんと、まあ、妻のひばりくんは、その当時、まあ、いろんな人生経験を積み重ねて生きてきた。ね、若い頃のたまちゃんだったらね、お前出てこいやとか言ってる、ところなんですけど、おかげさまでいろんな人生経験を得てきた。ね。そら、身も知りもせずね、その縁もゆかりもねえところに無理やり連れて行かれてね、そら、こいつが信用できるか信用できんかもわからん人間に最初から懐くわけねえじゃんって。ね。そんな、まずは俺らがどんなね、人間か知ってもらわないしょうがないよねって。ね。そら、懐いてもらうまではもう、その、ほったらかしでいいじゃん、みたいな感じで、1ヶ月ぐらいほったらかしてたんですよね。1ヶ月かかったんですよ。1ヶ月かかったら、ちょっとずつ近づいてくるようになった。ね。2ヶ月ぐらい経ったら、目の前で遊ぶようになって、3ヶ月ぐらいでようやくここに乗るようになって、ね。何年か経ったらもうべったりみたいなね。でも、そんなもんですよね。でも、その猫を見て、妻がしみじみ言うんですよね。あ、妻のひばりくんは、犬が大好き。もう超好き。ね。で、猫みたいな。猫、ダメ猫って。すごい可愛い。うん。猫なんて飼わない。なんで猫、めっちゃ可愛いよって。なんで飼わないのって。だって猫ってわがままやんって。わがままやんって。なんも言うこと聞かん。ね。おてもせんよって。ね。犬がいいのって従順だし、みたいな。この人と結婚したのは間違いだったのかみたいなね。おかしい。俺も従順化されてるみたいな。まあでもそんなね、ご縁でやってきて、何ヶ月か経って過ごしていくうちに、まあ妻がしみじみ言うんですよ、ね。この猫たちから大事なことを気づかされたっていうわけです。ね、興味があったんでね。何に気づいたのって。ね。この子たちって何にも役に立つことやってないって。ね。例えば、その何、犬みたいに大手をしたりとかね、名前呼んだらワンワンとか言って、ね、尻尾振ってきたりとかしない。自分の都合だけで生きてる。ね。餌欲しい時とか、ね。ちょっとカイカイして欲しい時だけやってきて、ね。あともね、もう何、こっちが呼んでも来ない。ね。おいでおいでとか言って、ぷいっとか言ってどっか行く。で、およそ役に立つことやってない。それどころか言うことも聞いてない。ね。わがままの極み。だけど、この子たちがいてよかったって思える。で、その時、ポツッと言った。ね。あ、そうか、あなたってそうやねって、あなたの人生そうやったもんねって。ね。何か役に立つ人間にならないと価値がないって思って生きてきたんやろうね、あなたね、つって。そうなの、ちゅうてね、うん。そんな話をした。でも、私らのところにやってきた、まあ、猫2匹、まあ、その後1匹増えて3匹になってるんですけど、まあ、レッツゴー3匹みたいになってるんですけど、この子らって、じゃあ、役に立ってるかとか、ね、その、何か結果を残したかっていうと、全然残してない。ね、むしろソファーはめちゃめちゃにするわ、なんか毛布はめちゃめちゃにするわ、ね、やりたい放題やっとんですよ。やけど、この子たちがいて本当に良かったなって思うし、ね、役に立つ立たないって何の関係もないっていうことが分かった。その時ね。命の価値って何か役に立つから、ね、誰か人の人生を変えたから、ね、誰か人を喜ばせたから、じゃないんだっていうことを、教わった、ね。その時に自分も深く考えた。俺って、今、人生の軸をどこに置いて生きようとしてるんかいなって思った、その時ね。うん、まだその時に、たまちゃんは思ってましたよ。誰かの役に立ちたいって思ってた。ね。誰かに、あなたと出会えてよかったって思ってもらいたい。ね。うん、たくさんの人に影響を与えたいって思ってましたよ、まだ。うん、でもそれって、裏を返せば、たくさんの人に影響を与えたり、ね、喜ばれたり、ね、役に立たなかったなら、自分の命の価値なんて、ないも同じやって、自分自身で自分の命の価値を判断してたのかなっていう気がする。それから、たまちゃんは努力するのをやめた。ね、
この努力するのをやめたっていうと、なんかたまちゃんが一切の努力を放棄したみたいなね、ふうに捉える人がいるかもしれませんけど、いや楽しい努力ってあるのね、うん、でも歯を食いしばらないといけない努力っていうのがあるんですよ。でその歯を食いしばらないといけない努力っていうのが長続きしない努力ね。やって楽しい努力って長続きするんですよね。そして結果これが、回り回って人を喜ばせてる。じゃあこの歯を食いしばってる努力って何なんやろって。歯を食いしばってる努力って自分をよく思ってもらおうとするための努力だということが分かった。ね。例えば、難しい試験にチャレンジみたいなね。もうなんか合格率 10%? やばい、やるしかねえみたいなね。うん。何かの技能コンクール、必死になって腕磨くぜみたいな。ね。それって、ひょっとしたら心のどこかに、ね。誰かに自分の命の価値を測ってもらいたいと思ってるのかもしれないですよね。例えば試験や資格があるということは、公的な自分自身じゃなくて誰か第三者があなたの命の価値はこれだけの価値がありますよっていう症状や免許状になってやってくるわけでしょ。ひょっとしたらそういうふうに人生生きてたのかなって思った時に、あ、俺ってまだまだそのたくさん心がほどけたと思ってたけど全然ほどけてなかったよねって、ね、自分の命の価値をまだ誰かの役に立つかどうか、ね、誰かに喜ばれるかどうか、そして、たくさんの人に影響を与えたかどうかでまだ測ろうとしてるよねって、うん、自分が一番びっくりした、まあ最近ですよ、分かったのは、私こんな仕事、まあ仕事何やってるかよくわからない、まあ姿形見てもなんか怪しいみたいな感じなんですけど、おかげさまでたくさんの人が応援してくれる。これはびっくりするぐらい、ね、たくさんの人がたまちゃんを応援してくれるんです。でもじゃあその人のためにたまちゃん何やったのかって言ったら何にもやってないですよね。で今日皆さんは来た、まあ中にはね YouTube 見て来てくださったり、何回もファンの方が来てくれたり、いろんな方が来てますよね。まあ中にはねもう来なくていいようなもの来るんですけど、まあこれを俗に言う腐れ縁っていう、腐れ縁っていうんですけどね、でもそのたくさんの人に応援されてるのは、自分はね、たくさんの人に影響を与えてるからだと思ってた。だから一生懸命頑張ってたのね。筆文字毎日書いたりとかね、いろんなことやってね、これだけ頑張ればね、応援してくれる人になんか報いることができるかもしれねえみたいな感じで一生懸命やってたのね。でも明らかにそれと関係ない人たちがやってくるようになったんですよ。ね、例えば自分がなんか良くしたプレゼントしたね、仲良くなった親しくなったとは何の関係もない人がどんどん来るようになったの。あれ、あなたどこに接点がありましたっけみたいな。どこにもないですよね、接点って。私からなんかプレゼントもらいましたっけ。そんなのもらってませんってね。ね、おかしいと思ったんですよね。で、なんで俺はこの人らに何にもやってないのに、この人らになんでこんなに応援してもらえるんやろって思った、ね、それついこの間ですよ、ね、そして分かった。自分は努力をしなければ、たくさんの人に支えてもらえないと思ってた。思ってた。ね。だってよ。ね、まあ、ロードを出してなんですけど、まあ、仲がいいから勝手に出しますけど、ね。こういう風貌の男が、ね。日がな部屋でなんかポテチ食べて、なんかアザラシのようにテレビ見てる。ね。ほんで、あ、俺、今月ちょっと厳しいな、みたいな。で、Facebook でお金ちょうだいみたいな発言をする。ね。そしたらお金なんてやってこねえみたいなこと思ってんのね。ちょっと話がちょっと飛躍してますかね。たまちゃんがやってることって何かって言ったら、毎日笑顔で生きてるだけなんですよ。毎日笑顔で生きてるだけ。他何もしてないの。だって筆文字も投稿してないよ、最近。でも YouTube もなんかもう気が向いた時しかやらなくなっちゃったよ、もう。ね、まあネタがなくなったっていうのも全てなんですけどね、やらなくなっちゃったよ。でやらなくなったら人離れていくんかなと思ったら全然そんなことないのね、うん、しかもね、頑張って自然農の、お米をたくさん育てるんじゃみたいな、頑張るんじゃみたいな。去年なんか大凶作ですよね。もう注文してた分もごめんなさいごめんなさいっつってキャンセルするぐらいなかったお米がね。
じゃあそれで、なんや、お前、努力が足りんな、みたいな。なんや、共作ってお前もっとやれることあったんちゃうんか、みたいな。何がキャンセルや、ボケ、みたいな感じで人が去っていくかと思ったら、全然そんなことないよね。ない。それどころがもっと来るのね。これなんでやろうな、なんでやろうなってずっと思ってて。自分を応援してくれる人たちが、たまちゃんに求めてることって何なんやろうって考えるのが、最近のたまちゃんのテーマになった。そして考えた。考えに考えた結果、分かった。たまちゃんを応援してくれる人たちが、一番見たいたまちゃんの姿って何か。ね。歯を食いしばって頑張ることじゃなかったのよ。ね。結果を残すことじゃなかったのよ。ね。世に出ることじゃなかったのよ。生まれてきてよかったって表現することやったね。毎日笑顔で生きてること。それが私を応援するたくさんの人が望んでいるたまちゃんの姿だった。ものすごい衝撃受けたから、それに。ね。その時に、ひばりくんが言ってた猫の生き方とリンクした。これだったんだって。ひばりくんと猫が教えてくれようとしてた意味ってこれやったんや。ね、生まれてきてよかったって体中で表現することが、ね、生きててよかったってたくさんの存在に感謝することが、たくさんの人を喜ばせる力になっとったんやなって思った。それで自分の肩の荷はストーンと落ちました、ね。だから自分が笑顔になること以外をやらないって決めた。ね、やらないって決めた。うん、それは、まあ、例えばですよ。こんなこと言ったらなんかおかしいような気もするけど、まあ、例えばタミちゃんがね、タマちゃんを呼んだで、タマちゃんって連れて行きたいところがあるんで、タマちゃん連れて行きたいのね、あの山のてっぺんにとか言ってね、普通だったらね、タマちゃんを喜ばせたいと思って山に連れて行きたいってね、意を組んで、おお俺も山登り大好きなんだよみたいな、ありがとう、うわ嬉しいな、行ってみようみたいなことを言うのが普通でしょ。ね、即答ですからね、山登らないって山登らない、ね、危険なところには行かないね、ね、辛いこともしないって、ね、どうせ行くんだったらリサイクルショップ巡りがやりたい、ね、それどこでもできるじゃんみたいな。だからどこでもやってますよね。どこでもやってる、暇さえあればリサイクルショップ巡ってるんですよね。笑顔の鏡がねえかなみたいな感じででも分かったんですよね。例えば今の話で言うと、タミちゃんが、山のてっぺんに登らせたいのは意味があるの。タマちゃんにこの景色を見て喜んでもらいたいっていう、そのよ、タマちゃんに喜んでもらいたいっていう思い。ね。これが本当の思い。で、その、喜ぶんだったら別に山じゃなくてもいいんですよ。わかる？ね。この山で喜んでもらいたいんじゃなくて、最後の最後に残る、この大事な、コアになる部分は何かって言ったら、この人を喜ばせたいっていうことだよね。だから山登らなくてもいいわけよね。俺がね、体中で、ここ来てよかった、タミちゃんに会えてよかった、最高っていうのが、タミちゃんを喜ばせる一番の方法だっていうのが分かったら、どこだっていいわけですよ。なんだったらずっとタミちゃんと二人で車ドライブしてても全然いいわけですよ。ね。そういうことに若いうち気づけなかったよね。うん、一角の人物にならなきゃってずっと思ってたよね。ひょっとしたらその一角の人物にならなきゃっていう思いが皆さんを苦しめてるのかもしれないよね。うん、だよね。今私たちは、こう、幸せなことにっていうか幸いなことに、今ここに命がある。ね。でもこれ明日命があるかどうかは誰にも保証されてないし、わからない。ね。寿命はわからない。ね。私たちより先に亡くなった人たくさんいる。いますよね。私も大事な人をたくさん亡くしてきた。じゃあ命がなくなったら価値はないの？ね、自分の命の価値って言うけど、その命が終わるときにその命の価値はなくなるの？ね、そんなことを考えながらたまちゃんは毎日生きてる。そうするとたくさんのものから、たくさんの存在からたまちゃんの元にメッセージがやってくる。命の価値って何やろうな、人としての価値って何やろうな、俺の、私の価値って何なんやろうな。私が死んだら価値なんてなくなるんやろうか。私が頑張らなかったら私の価値って何やろうか。私がなんか資格や免許を取らなかったら私の価値って何やろうか。そんなことを考えながら自分の命の価値を探ってほしいなってたまちゃん思います、ね。きっと
あなたがそこにいるだけで幸せになってる人いっぱいいる。あなたが気づかないだけで。ね。でもそれが見えない。見ようって思わなかったら、見えないその人たちが。当たり前すぎて。ね。例えば我が子が生まれた。生まれてきただけでよかったのに。ね。だけど気がついたら、ね。隣の子に負けちゃダメ。ね。点数で負けちゃダメ。ね。いい高校入って、いい大学入って、いい会社に入って、たくさんお金稼いで。ね、どん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 出世して、そしてたくさんの人に影響を与えて幸せな人生を送りなさいって育てられてきた、ね、私たちの世代ってそうじゃなかったですかね。だけど本当の人の価値って何やろうな。少なくとも自分が考える自分の命の価値って何やろうなっていうのを考えるのが哲学っていう学問です、ね、命の価値。まあ今日せっかくここに来てね、自分の命の価値って何やろな、いろいろ考えて、俺はやっぱりたくさんの人に自分がこれ素敵だと思ってる価値を伝えたい、これをやってると楽しい、ね、これやってるとなんか俺生き生きする、きっとそれが生きる意味だと思う、ね、だけどこの価値を伝えなければ自分の価値はないって思ってたとしたならうまく回らないかもしれない、ね、自分が本当にやりたいことと思ってることが本当に思ってることなのか思い込んでるだけなのか、ね、そんなことも考えながら自分の人生振り返ってみてほしいなと思います。こんな感じで真面目な話でしたけどいいですか、ね、あとはもう1ミクロもお話ししませんよ。もうなんか続きは懇親会でみたいなね。ないから、その第2部第3部ないから、そんなのね、食べて寝るだけだから俺はね。はい、というわけでたまちゃんの話終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。